ちょいね、もうちょいしたらね、ハッピーハロウィン、そして今日もね、ハッピーサンデーなんで、みんなに何をプレゼントしたいかというと、僕らが素晴らしいスケートボードの魅力というものを皆さんにお伝えした上で、このスケートボードのデモンストレーションが終わったら、なんと今ここに集まってくれているプロスケーターたちがスケートボードの無料体験をしてくれます。なんでね、ぜひ最後まで、実際デモンストレーションは10分から15分からです。鈴木重勝プロお願いします。まずはスケートボードの前のタイヤの部分だけでこのように G ターン、英語で G という字を書いてターンをするんで G ターンっていうんですけどね。そしてドッグウォーク、エッドウォークと平らな場所でスケートボードはこれだけのトリックを出すことができます。エッドオーバーっていうトリック、そしてワンフットスピード、ここはみんななんかするとこだよ、イエー、拍手。そしてここはスペースウォークという、もうちょっとこのバックの音楽小さくていいです、イエーイ。これがね、スペースウォークというトリック、見て、スケートボードの後ろだけでこのように、そしてここからお父さんスイッチオンすると、あっとっと、もう一回ピタゴラスイッチ入れるよ、ピタゴラスイッチ、お父さんスイッチオン入れるとね、このようにスペースウォークというトリックから、なんとほら後ろ向きで進んでます。はい、みんな心をするとこですか、拍手。ということでご挨拶がてらに名前を覚えてください。鈴木重勝モイチプロって言われてますね、モイチプロ、いきますよみんな。越谷レイクタウン、今日遊びに来てくれてありがとう。まずはご挨拶、僕らがスケートボードチームです、よろしく。続いて日本チャンピオン、そしてこの前、行われましたね、日本選手権で見事優勝しました、今年度のフラットランドプロスケートボードのランキング1位の選手、藤井正弘プロ。あ、ごめんなさい、藤井俊明プロ、ごめんなさいね、正弘プロは永遠の兄貴ですからね、ライバル、おはようね、お前。さあ、何度も言いますか、スケートボードフリースタイルというのはこのように平らな場所でスケートボードのトリックを続けていく、そういう競技です。すなわち浅田真央ちゃんとかね、フィギュアスケートを想像してみてください。こうアイスリンクと同じように平らなところでこのように自分の持っているトリックをひたむきに練習してこの場に出す。エンドオーバーというトリック、そしてスピンです。じゃあちょっとなんか物足りないんじゃないですか先輩、いきますよ、もうちょっと、もう一個ちょっとご挨拶がてらの一発なんか見せてくれますか、ちょっとねスペースがね足りないんですけどね、ぜひお願いします。やっぱりぐるぐると回ってノリビッグスピン540あたり行きましょうか、ね、これすごいですよ、自分の体は半回転、スケートボードは1回転もありますから見てください。できたら大きな拍手、なかなか難しいトリックです。これで大丈夫、続いて鈴木重勝もう一度プロ、もう一度お願いします。今度は板だけ、スケートボードのボードだけを1回転させるトリック、そして後ろ向きに進みながらテイキーキックスピンというトリックなんですけどね、スケートボードにはいろんなトリックの名前があります、人が開発して人の名前がついたトリックもありますし、英語でスケートボードが進む方向、そして回転数によって技が決まるときもあります。ここも来ますよ、ホラージムナスティックからのハンドフリップというトリック、これも難しいトリックです。だからね、何が言いたいかって言いますと、日本っていうのはね、やはりもう国、島国です、土地も限られています、そしてね、やる場所っていうのもね、なかなか少ないです。その中でこのフリースタイルスケートボードというのは見てわかりますよね、これだけのスペースでスケートボードがすることができます。もう言うなれば2メートル、3メートルぐらいの場所さえあればお家の前だったりガレージが、ね、あるお家だったらその中でもスケートボードすることができるんですよ。
ケートボードのデモンストレーションが終わったらぜひ体験スケートボードしてもらえればなと思います。そしてね、もちろんお子さん対象したいんですけど、ぜひね、お父さんお母さんお兄さんお姉さん来てください。お願いします。面白いですよ、スケートボード。体のバランスを取るにはもってこいの遊びでありスポーツです。これすごいよ、スケートボード。これで進むことが、おーっと後ろからもおーっと聞こえてきました。なんか反応いいですよ、このトリック。レールスライドというトリックですね。行きましょう、もう一回行きましょうか。はい、もう一回行きます。これ見たい人手が拍手してください。手上げるか拍手してください。で、もう一回ちょっと鈴木プロスケートボード上げてください。スケートボードは4つのタイヤでね、みんな回ると思ってましたよね。そして先ほどスピンしたのはね、後ろのね、2つのタイヤだけでした。でも彼にかかれば、プロスケーターにかかれば、ここで滑ることができます。お願いします。よく見てこう、ほら拍手です。イエーイ。それでは藤井俊明プロにバトンタッチ。みんな切り取られて見てるね、わーって。スケートボード、今ですね、アメリカでなりたいスポーツ職業なんとナンバーワンです。僕らがね、ちっちゃい頃はね、サッカー選手野球選手だったんですけど、アメリカではね、今スケートボードがナンバーワンのなりたい職業になってます。よくね、映画とかで見て、映画見ていただくと分かるんですけど、一昔前の映画はティーンエイジャー、10代の部屋は野球はね、サッカーの道具があったと思います。で、ポスターもね、そういった感じのスポーツのポスターだったんですけど、今の映画、青春映画だったり見てみてください。部屋の中にあるのはスノーボード、サーフィン、スケートボード、そして音楽関係のグッズ。おーっと、イエーイ、すごい。あー、今のちっちゃいガッツポーズ、すごい難しいトリックなんですよね、あれ。で、それだけ、あの映画の世界、今度もし今僕の言葉を覚えてらっしゃいましたら、家でね、映画とか見るときに、いいよ、2人じゃ出てもらって、見るときね、部屋とか見てみてください。スケートボードとかね、スノーボード必ず置いてます。そしてね、見てください、今ここにいるお父さんとか、そこのちょっと言っちゃって申し訳ないんですけど、柱にいるサングラスかけてジャケット着てるお父さん、めちゃめちゃカウンターカルチャーかっこいいですよね。そしてそこのジャケットハーフ着て、やばい渋いっす、ハーレーの服も着てくれてるお父さんも、みんなお父さんたちも、俺たちがやってる選手センスっていうのがね、アメリカとかね、外国のカウンターカルチャーを意識して育ってきてるんですよ。その延長上にスケートボードやスノーボードっていうエクストリームスポーツがあるんで、これから日本来ますぜ。ということで、なぜか2人が立ってます。このようになんとなく想像つく。何やるか、何やると思う、何やりそうだと思う。え、真似する。ああ、65点一番分かんない点数だね。何すると思う。え、お、いいよいいよ、うん、スケボーを交換する。それは終わったってやるかもしれないね。ということで、じゃあちょっと見てね、楽しいよ、いくよ、いきますよ。2人が立ってるということは、先ほど僕がフィギュアスケートを想像してくださいというように言っていましたが、こういうことができます。ちょっと音がね、この専門の音が本当あるんですけど、ちょっと違うんですけど、皆さんで僕がお願いをしたら手拍子をしていってください。よろしくお願いします。いきますよ、せーの、パン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 。イエイエイイエイイエイ。スケートボードデモンストレーション、鈴木重和、藤井俊明、今みんなに披露しているのはスケートボードダブルス。いやー、スケートボード、ここ一番の見せどころ。はい、ここでローしていいぜ、乗れ、拍手。さあ、ここから続きます、オーラス、スケートボードのデモンストレーション、フリースタイルスケートボードデモンストレーション。あと2、3分、3分、5分、もうちょいで終わりですよ。その後スケートボードの無料体験があるんで、ぜひ見てください、拍手。ありがとうございます。それではですね、藤井俊明プロのラストラン、そしてその後鈴木重和プロのラストランとさせていただきます。
ました。このトリック、なんと1回転半スケートボールを回してます。年がやるスターがいいですね。アウトレットね、アットホームなデモンストレーションになってますね、これ。おおっと、あれすごいです。あんたよ、300円あげるところに乗ったら見てください、これ本当にめちゃくちゃ難しいんですよ。やるんですかそれ。カメラマンの方お願いしますね、ぜひともお願いします。ポゴというトリック、すっごい難しい、決めてきた藤井投手、プロありがとう。最後はみんなに挨拶いきますよ、ラスト、彼はここで終了、スピントリック。おー、回る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 、ありがとうございました。日本チャンピオン藤井投手でした、ありがとう。それでは鈴木重和のラストトリック、まずはハンドスタンド、ハンドフリップ、そこ行きましょう。こういうこともできます。これ来た、これ来た、どう戻るの、こう戻るんです。ほら、子供たちもすげーって言ってくれてる。ここで軽快なステップを踏んで、これもすごい。道場クルーするなら拍手くれってね、本当に腰がエクターアウトレットモールの方、僕らスケートボードチーム呼んでいただいてありがとうございます。これもすごいクロスオーバーというトリック、何度も言うよ、家の前で練習できるからね、このスケートボードトリックは全部。これも乗ってきた。じゃあここら辺で最後終わらせて、あとねちょっとで終わりです、スケートボードのデモンストレーション。最後は越谷レイクタウンアウトレットモールをみんな持ち上げるんで、よく見ておいてください。 Check this out、 鈴木シーガンズファイナルトリック。アテンション、息いっちゃいますか。 OK、 どうぞ。さあ、ライチングサン、サンシャイン、ハッピーサンデー、ここで一発でメイクするか。ちょっとバレちゃう年食ったよね、俺たち。結構こう見えてもいい年です。俺は小6の子供がいます。彼もそんな感じの年です。年齢は不詳にしといてください。年になってきたことは確かなんだよ。一発で決められなくなってきた。でもそれは味付けでどうにかなります。行きましょう、鈴木重和、みんなを持ち上げるよ。違うんです、拍手しないでいいです、甘やかしていけません。ほら来たー、彼、もうアラサーじゃなくアラフォーじゃないです。それよりも上の年に俺たちはなってる、鈴木重和。まあ、行くか、俺が最後締めるか。乗せ方というか、乗り方だけは説明いたします。おっと、ここで生贄が2名寝ました。どういうことか分かりますか。ジャンプ、女装パリーのかな。踏んづけたらご愛嬌、紫のスタッフなのでご愛嬌です。お決まりです。なんか喋るかな。あとね、今奥僕と2人で飛んでもらうのはインラインスケートも、インラインスケートのね、安井さんも来てくれてますから、ちょっと2人で最後あと2分ぐらいパーンと飛んで、その後みんなと一緒にスケートボードをする、スケートボード体験会始めるから、ラスト見ておいてください。まずはね、インテル2人飛び、飛べるかな。乗っかっちゃったらすいませんね、山口さん、ほんとすいません、乗っかってしまったら。
過去にね、俺乗っかられたことがあります彼に迎えたことある。ちょっとね、スペース的にも狭いのでね、勢いつけさせてもらいたいと思います。今度は大きな拍手をお願いします。さあ、紫本社の安井さん、